適切な意味。事実ではない。加藤ミーの全仏失格騒動で揺れたボーズコアが母国メディアに本音を撃破。彼女が引き起こしたことです。チェコ出身のプロテニスプレイヤー、マリー・ボーズコアが注目発言だ。現在テニスの四大大会、ウィンブルドンに参戦中だが、母国メディア、アイロズラスのインタビュー取材に応じ、先の全仏オープンで起きた一大騒動について思いの丈は化した。 ことの発端は現地6月4日、全仏オープンの女子ダブルス3回戦での出来事だ。ボーズコワはサラ・ソリベストルも、スペインとのペアで加藤ミー、アルディラス・チアリー、日本、インドネシア組と対戦。その試合中、加藤は何気なく打った球がボールガールの頭部を直撃してしまう。少女は涙が止まらず、主審は一旦加藤に警告を言い渡した。この判定を不服として猛抗議したのが対戦ペアだ。 結果的に加藤は大会側から失格処分を喰らい、試合は中止となる。さらに加藤は女子ダブルスでの賞金とポイントを剥奪され、罰金まで課されるに至った。グランドスラムにすぐさま異議申し立てを行ったが、結局判定は覆らず、その後混合ダブルスで優勝を飾ったものの、釈然としないまま大会を後にした。そんな中、 佐藤の失格処分を決めた大会側と同様に痛烈な非難を浴びたのが、ボーゼコワとソリベストルモの二人だった。両者のインスタグラムにはおびただしい数の誹謗中傷コメントが殺到。母国の英雄であるマルチナナブラチロワ氏やプロテニス選手協会、プレイヤー仲間たちからも、スポーツマンシップの欠けた振る舞いを問題視する声が続々と上がった。大会後はずっと沈黙を貫いていたボーゼコワだが、今回、 アイロズラスで、音音を赤裸ラ,ラに取ろ。24歳は、パリの後、すべてが間違った方向に向き、私がキャリア全体で気づいてきたものさえ、どこか忘れ去られてしまいましたと話し、次のように続けた。試合が終わっても彼女、加藤はずっと話し続けたので、私は一週間後に SNS を削除しなければならなかった。WTA、女子テニス協会は敬意を払い。 私たちにむしろ中立的な立場でいるようにとアドバイスをしてくれました。審判や他の選手たちに実際の状況を説明したところ、彼らは憶測で話す必要なんてないよと言ってくれました。彼女が自分で引き起こしたこと。なのにそれを別の方向に向けていったのだから、おかしな話です。さらにボーゼコワは問題のシーンを収めた動画に関しても、最悪だったのは、彼女がゆっくりボールを打って、 すぐに駆けつけたように見える15秒ほどの動画がインターネット上にあったこと。実際に彼女が少女の元に謝罪に向かったのは10分後であり、審判と同じタイミングでしたと主張。そして、大バッシングの引き金となったベンチでのクスクス笑いについては、私とサラが話している時に、私のスペイン語が文法的におかしかったからサラが笑った。それが失格直後に不適切な意味を浮かべたようになってしまったのです。 事実とはまるで違うと説明した。ウィンブルドン開幕を目前に、ボーゼコワは、スマイルと綴って久々にインスタグラムを更新した。一時に比べて随分と減ったが、批判的なコメントは相変わらず多い。ボーゼコワは、下にあるコメントはまだ読みたくないですね。でも今大会に入ってからはみんな親切にしてくれていますよ。子供たちが写真を撮りたいって駆け寄ってきてくれるし。 私には今でもファンはいるんですと語った。昨年のウィンブルドン女子シングルスでは自身最高のベスト8進出。現地7月4日のシモーナ・ウォルタートとの1回戦でストレート勝ちを収めて、堂々と初戦突破を果たした。再びソリベストルもと組んで臨む女子ダブルスは、現地6日に1回戦を戦う予定だ。構成、ザ・ダイジェスト編集部、大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。